丸山ゴンザレスの裏社会ジャーニーです。本日も皆さんと一緒に社会の裏側について勉強していきたいと思います。今回も引き続きまして矢部さんに来ていただきました。よろしくお願いいたします。福岡県警の最終的にはどこまで行かれてたんですか？最後は地域部長ですね。交番とか駐在所とか、パトカーのお巡りさんを担当する部の一応部長ということで、させていただきました。階級的には現役当時は警視正で、退職時に警視庁ですね。警視正ですね。失礼ですがキャリアではないんですよね。高卒です。叩き上げなんですよね。なんか皆さんもしかしたらここまで見ていた方エリートでそういう道を浸していたように矢部さんのことを見ていらっしゃるかもしれませんが、実は本当に現場の警察官として上がっていった本当にもう叩き上げのお巡りさんです。そういう人の意見だからこそちょっと貴重かなと思っているところもあるんですね。で工藤会のその対策ということに、警察人生のかなりの部分を捧げていらっしゃったと思うんですが、その工藤会、野村総裁に対してですね、死刑判決が、先日出ました。そのことに関してはいかがだったでしょうか？今回の有罪判決が下されました事件の大半の事件は直接捜査にも関わってまいりましたので。もう有罪が動くことは絶対ないと確信してました。ただ無期か、あるいは懲役最高の30年かなというふうに考えてました。量刑的にさすがにないんじゃないかということだったんです。個人的考えではですね、実際は今回有罪が下された他の複数の殺人事件も野村総裁、田上会長が関わったというふうに確信してますので、死刑でもあれなんですけれども、ただ今回対象になりました事件では亡くなった被害者の方はお一人なんですね。後の方も実際はもう命と失ってもおかしくないようなひどい事件なんですけども、実際亡くなった方がお一人で死刑判決というのは珍しいですね。ゼロではないんですけども。そういう意味で今ちょっと出てきたんですが、死刑判決につながっていく争点になってきた事件というのが4つほどありまして、ちょっと一つずつ事件名を挙げていきますと、象徴的な元漁協組合長射殺事件、元警部銃撃事件、女性看護師死傷事件ですね、それから歯科医師死傷事件ですかね、というこの4つなんですけれども、人が亡くなられているのは漁業組合長の事件です。で今回この4つの事件をどういった事件だったのか、直接関わられた事件もあると思うんですが、概要をちょっと一つずつ、聞いていきたいんですけれども、まず1つ目、元漁協組合長射殺事件ですね。こちらはどういう事件だったでしょうか？こちらはですね、北九州市に若松区というのが北九州市の北が響灘に面したところの区があるんですけど、そこの漁協の組合長になさっておられました梶原邦弘さんという方がやっぱり漁協組合長ということで公安工事あたりへの影響力をお持ちだったんですね。一部で報道等されてますように、実は梶原さん自身も若い頃は山口組系の組長をされていた。ただしその後引退して漁協組合長をして、ただその後も実は工藤会の2代目会長になります草野孝明会長とはそういう非常に親しい関係を以前お持ちだったんです。そういう方に対しては警察当然徹底的な取り締まりしますので、被害者の梶原さん自体も実は警察から何回も倒されました。で最後は背任罪ということで懲役2年服役されてるんですね。で実はそのちょっと前に仲の良かった草野会長が亡くなってまして、おそらく服役されてる時にですね、漁協組合長の梶原さんはもう工藤会との関係遮断をもうご家族で決断されたと思うんです。で実は事件自体は平成10年の2月18日なんですけれども、その前年平成9年に梶原さんは服役を終えまして出所してきました。で実はその以前からこの梶原さんの息子さんとかご家族に対しては工藤会のまさにうん、今の総裁の野村総裁ですね、うん、それからナンバー2であります田上会長から直接脅しめいたことが言われてたんです。うん、ところがこの梶原さんのご家族はそれを明確に拒否した。うん、そうするとまず関係のご自宅とかに拳銃を撃ち込まれた。うん、あるいは梶原さんの弟さんは拳銃で撃たれて殺されそうになった。うん、だけど言うこと聞かなかった。だから結果的に平成10年2月に市民の目の前でですね、梶原さんは工藤会の幹部らから射殺されてしまった。悲劇的な事件ではあるんですが、その梶原さんはなぜそれほどまでに工藤会との関係を切ろうと影響力を及ぼさないようにシャットアウトしようとしてたんでしょうか。まあもうこれはもうまさにこう推測になりますけれども、まあ、非常に仲の良かった草野会長がまず亡くなってしまった、まあ、それと関係があったためにご家族もですね、うん、やはりちょっと事件に関係とかして親族の方も実は警察から摘発とかされてるんですよね。でそんなんもあってもうこれを機にもう工藤会との関係を断とうとされたんじゃないかなというふうに思ってます。もともとそちらの世界にいたからこそもうそこから反転するともう一気にっていう形で、はい、その一時報道されてたような社会とのつながりとかそういうことではなかった。むしろそのきちっと線引きしてのことだったんですね。もうこれは強調したいのはですね、うん、殺された梶原さんとか、うん、ご親族の方ご家族の方が、うん、野村総裁たちの要求に従っていればこんなひどい目には絶対合わなかった。うん、ちゃんと明確に拒絶をしたからの事件だったということですね。と私は確信してます。もうその時の実行犯っていうのはどういう人たちだったんですか。はい、実行犯はですね2人いまして、うん、でその他に現場の見届け役ですね、うん、まあ大きくは主要人物3人いましてですね、うん、で実行犯のうち実際に被害者の方に拳銃を打ち込んだのは中村という工藤会の組長と、それから無罪になりましたのでちょっと名前控えますけれどもN という幹部ですね、うん、この2人が被害者の方に拳銃を打ち込んで殺害してるんです。じゃあちょっと次の事件に行きたいと思います。元警部銃撃事件ですね、はい、これはどういう事件だったんでしょうか。はい、平成24年かな、元警部というよりも私の元部下で、うん、なおかつ暴力団捜査の大先輩の方なんですね。うん、で当時すでに定年退職なさってましてまあ、第二の就職先が北九州市内の総合病院だったんですけども、うん、まあ、そこにご自宅から通勤で駅まで行く途中にですね、うん、工藤会の幹部に、拳銃で撃たれて命を取られそうになったという事件です。重傷ですが、まあ、一応亡くなられることはなかったけれどもと。はい、こう言っちゃなんなんですが藪さんと全く今の同じ立場じゃないですか。はい、なぜ狙われたんでしょうか。はですねまあ、定年退職された1年後の事件なんですけども、うん、その前までですね工藤会対策の班長としてですね、うん、主に情報収集を担当していただいてたんですね。でその中で実は工藤会を破門そして所払い要は追放処分で二度と北九州に戻ってくるなと言われた幹部と直接会って情報収集したんです。で実はその破門になった幹部がそれを IC レコーダーで録音してた。うん、そしてそれを所払いになってるにもかかわらずこの幹部が野村総裁田上会長にご中心してるんです。それはご機嫌取りでってことなんですか。だから自分がまあこれは推測になりますけども、うん、自分がまた工藤会に戻るための、うん、だったんじゃないでしょうか。その人がその後戻ったかどうかは分からない。戻りました。あ、戻ったんですね。はい、でちょっと僕がすごく気になるのが藪さん自身ももう引退された元警察官、はい、元警察官を狙うということの重さ、リスクですね。はいはい、それは工藤会側はどう捉えてたんですか。だからやはりそこはですね当時はもう完全野村体制になってましたし、うん、野村総裁たちにしてみればですねこの北九州は工藤会の町だと、うん、まあ、当然県警は徹底的な取り締まりをやってはいたんですけども、北九州をいわば裏社会をですねに君臨してるのが自分だと、それに例えば侮辱するようなことを言うのは許せない、たとえ警察であろうと、はい、それとどうせ警察は捕まえきらないだろうというふうに思ってたんじゃないでしょうか。ある意味舐められてたということですね。だからまあそういう意味ではもう舐められていたと言われてもしょうがないですね。普通の事件の場合、はい、警察官に手を出すというのは、はい、ある意味裏社会でもタブーだと思うんですね。はい、それは現役に限らないと思うんです、はい、むしろ引退した警察官にやるっていうのはより重く捉えられるじゃないですか。はい、警察は警察としての影響力を守るために、はい、そういうことに対して徹底して向かうじゃないですか。はいはい、実際その起きた時の警察の中の反応というか、はい、藪さん含めてどうだったんでしょうか。それを機にですね、福岡県警は全国警察の機動隊の応援もいただいて警戒強化したりとかですね、元警部の方が襲撃された事件は工藤会にとっては大失敗だったと思いますね。はあ、それはもう工藤会はですね、それ以前も実は元警察官4課の警部のご自宅に放火したりとか、あるいは警察宿舎に爆弾仕掛けたりとかで、私が担当の時でも捜査員尾行したりとかですね、いうようなことはやってたんです。藪さん自身が狙われたりとかはありましたか。だから私は個人的にはありません。ただ特に4課の管理官になって工藤会担当した時からですね、今現在もそうですけれども気を抜いたことはありません。いつあるかも正直わからないというところですね。だから多分ないでしょう。多分ないでしょうけれども、まあひょっとしたらやっぱり跳ね上がりとかもいますからね、警戒を解いたことはありません。もう一個だけちょっと聞いておきたいのは、元でも含めてなんですけど、正直工藤会を担当していて、はい、その後辞めて北九州に住み続けるということ自体を、はい、警察官として担当している時にリスクだなと思ってはいたんですか。多少のリスクはですね、覚悟してますし、実は私のやっぱ尊敬するそういう工藤会対策に今まで従事してきた大先輩たち、実はほとんど北九州に住んでる。でその先輩方は覚悟を決めてるんです。そしてそういう私が尊敬する先輩方というのは、たとえ相手が工藤会であっても汚いことは一切やってない。正面攻撃、正々堂々で暴力団ヤクザもですね、正面から向かってくる警察官に対しては一定の敬意を持ってますね。ちょっとこれもう一個打足なんですけども、以前うちのチャンネルで、北海道の道警の稲葉さん、稲葉元警部に出ていただいたんですが、彼なんかプライベートで、ヤクザと会って情報を取る、そのことを仕事に当時されてましたが、そういった形で藪さんみたいなポジションだとプライベートで工藤会やヤクザとこう付き合うというか、接点を持つということっていうのは一切なかったっていう感じなんですか。それはですね、プライベートで会っちゃダメですね。何のためにそういう情報が必要なのか、それは取り締まりとか暴力団対策のために必要なんですから、それはやっぱり組織的に対応しないといけない。だから福岡県警でも実はカジノ業者とかですね、暴力団幹部から金をもらったり情報を漏らしたものも過去いました。ただそういう人間はそういう情報は組織に上げてこない。捜査としての情報収集とはまた違ってくるということですか。いや、情報収集というのは、捜査のためでもありますし、やはり敵を知るというのは大事なことなんで、それはあくまでも仕事なんですね。ちなみに大きい町とはいえ、でもやっぱりコンパクトな町なので、正直普段遭遇することもあると思うんですね。いろんな人たち、いろんな工藤会の人たちを知ってるわけだから、藪さんなんか町で工藤会の人とかに会った場合、藪さんなんかはどういう反応になるんですか。私も時々やっぱ普通に生活していて、会ったこともありますけども、大体そういう時は知ってる幹部なら黙礼ぐらいしてでそのまま立ち去ると。やっぱりそうですよね。100万都市とはいえ遭遇することはありますよね。はい、いや、なんかそういうのが市民生活にある意味工藤会というものが溶け込んでいすぎるので、この町というのが、まあ、特に10年前とかもっと前とか、まあ、そこについてはちょっと申し上げたいのは、一般的な普通の市民の方はですね、暴力団との接点はありません。僕が聞いてちょっとどうなんだろうと、どうとか北田ことっていうと、学校の中にやっぱ工藤会関係者の師弟というかお子さんとかがいてっていうぐらいで、そのぐらいの距離感っていうのがなんか一般的な話だったのかなと思いますね。だからまあそれほどものすごく密接というわけではないというです。まあ北九州でちょっとね誤解されがちなところがありますので、はい、その辺はちょっと強調してはい、わかりました。3つ目の事件です。はい、女性看護師死傷事件ですね、刺す方ですね、はい、という事件がありましたが、これはどういった事件だと。これはですね、工藤会総裁の野村総裁がですね、これはもう判決で明らかになってますので申し上げますけれども、いわゆる局部の、男性の局部の造剤手術と脱毛手術を、そういう美容整形の診療所で受けまして、その後は腫れたりしたらみたいなんですよね。そしてこの被害者の看護師の方はそこの看護師さんで通常の対応をしてるわけなんですよ。ところがおそらく野村総裁は許せなかったんでしょうね。それでこの看護師さんはご自宅は福岡市の博多区の方だったんですけれども、工藤会の連中は尾行してそれを割り出して、そしてご自宅近くで工藤会の組幹部が刃物で顔とかですね、切りつけて命を奪おうとしたという事件です。なかなかの衝撃ですよね。これは発覚したのはすぐなんていうんですか、工藤会の犯行であるということに結びついたんですか。ともすると通り魔のような事件じゃないですか。要は今はもう明らかになってるから工藤会の事件だということになりますけど、当時すぐ分かったもんだ。これは被害者側からのですね、はい、お話でそれは分かりました。突然来られた。だからこの事件はもうこれも非常に許し難い事件なんですけども、脅しとかなんとかじゃなくて、もう最初からもう殺しても構わないぐらいのつもりで女性をやってるんですよね。はあ、なかなかすごいですね。そしてこの被害者の方はですね、実は新聞報道等では一切匿名でやってたんです。ところが今回の公判でも明らかになってますけれども、数日後に野村総裁がですね、この関係の人にこの方の名前出して、被害者の方のお名前出して、あの人はやられても仕方ないということまで言ってるんですよね。なんかいやー、いろいろいびつですけど、なんかでもお医者さんじゃなくて看護師さんの看護師さんです。まただから直接その接点があった人ってこと、はい、だから担当の看護師さんなんで、野村総裁が患者ということで来て、そこでのやり取りが何回かあってるんですよね。意外とそういうのってお医者さんって手術するだけだったりするんで、はい、看護師さんの方がっていうことなんでしょうけど、直接これ調書を読んだわけでもないのでわからないんですけれども、野村総裁は影響力としては大丈夫だったんですか。女性に対してやれっていうことですね。この当時はですね、もう野村総裁はもう完全にタガが外れてしまって、それを止める人間が誰もいなかった。そしてもちろん警察がそれまでのいろいろ事件で検挙してれば防げてたんですけれども、残念ながら今の日本の警察にはですね、そういう組織的な判断に対しての武器が十分ないんですよね。でもなんかこの時点でかなりタガが外れてるったっていうのは、今のね聞いても分かります。なかなかヤクザが女性単独に切りつけてというのはね、なくはないんですけど、やっぱり衝撃ありますよね。ただ実は東京都では報道されてないようなんですが、実はこの事件の前年の平成24年ですね、福岡県で暴力団排除表彰制度というのが8月に始まりました。これは繁華街でこの表彰を貼ったお店にはですね、暴力団立ち入っちゃダメだというこれ防犯条例による制度なんですね。で実はこれを始めた時にですね、北九州の多くのお店もう最高の時8割近くのお店が貼ってくれたんですよ、そしたらこれに対してこれを貼ったお店に対してまず放火事件があって、さらには女性さんに、経営者の方とかがですね全部捕まえてませんので断定はできませんが、一部はもう有罪になってます、工藤会の組の中から顔とか切りつけられて大怪我してます、殺されかかってます。4つ目の事件です、歯科医師死傷事件、これも刺す方のですね、これはどういった事件だったんでしょうか。これはこの歯科医師の方は実は最初の漁協組合長さんのお孫さんなんですね。お孫さんなんですね。そして漁協組合長の息子さんがやはり漁協の幹部もされて、それから港湾工事の関連の事業されてまして、会社の経営されてまして、漁協組合長の事件後もですね、工藤会と関係のある息子さんのいとこを通じて直接田上会長が脅迫続けてた。だけどこの息子さんやご家族は一切言うこと聞かない。歯医者の方のその一族、もともとの組合長の一族ですね、というのはそのいまだにというかその後も影響力があったということ、組合長のですね、実は弟さんも、その後漁協組合長さんなさってまして、弟さんも何者かから射殺されてるんですよ。でこれは未検挙ですから断定はできませんが、私は工藤会以外はありえないと考えています。息子さんは実は警察保護対象になってまして、なかなか工藤会としても手出ししにくいと。で全く関係のないこの息子さんの息子さん、歯科医師の方が狙われた。なんか手を出しちゃダメなところというか、そこはいっちゃダメだろうっていうところに平気で行くんですか。もうだからやっぱりこの時はもう完全に高が外れてますよね。警察から見てもその一族の方っていうのはすごいきちっとされてる方だと。だから昔はそういう組合長も草野会長とそういう親交もありましたし、そういう時期もあったけれども、その後やはり組合長が射殺された以降はですね、おそらく殺された組合長に対する大思いと、やはりもう決意だろうと思うんですよね。なかなかすごい話ですよね。それは一族の中で2人殺されてるわけですもんね。でこの歯科医師の方もですね、何回も刺されてますから。そうなんですか。そうなんです。早く見つかったりした関係で助かった、たまたま助かってるだけなんですね。だから看護師の方もですね、看護師さんだから、自分で止血したから、あれは普通の方の亡くなってもおかしくないんですよ。たまたまなんですね、そこはね。ここまで4つの事件を聞いてきたんですけれども、この4つの事件で野村総裁と田上会長、起訴されたわけですけれども、判決の争点になったもので、キーワード推認ですね、これ我々も取り上げたことがあるんですけれども、推認というものがちょっと我々も誤解していたところ、理解しきれていなかったところがあったので、この事件とともにですね、裁判とともにちょっと、どういうことなのか教えていただきたいんですけれども、推認どういうことだったんでしょうか。今回の判決のいろいろ反響を見てましたらですね、感じたのがやはりこの推認という言葉、刑事裁判の事実認定に対する誤解があるのと、それから直接証拠と間接証拠ですね。間接証拠はこれは状況証拠とも言いますけれども、これに対する誤解が大きいのかなというふうに感じてます。どういうふうなもの、警察実際捜査をしている側からしていると、推認とその、間接証拠と直接証拠、そのあたり具体的にどういうものなのか、ちょっと聞きたいんですけども。まず直接証拠は何なのかということで申し上げますとですね、要証事実、証明を要する事実、これを直接証明するのが直接証拠なんですね。具体例でいきますと、被告人の自供であるとか、あるいは共犯者の供述、あるいは目撃者、被害者の供述、これが直接証拠なんですよ。で、だから例えば今回の事件でしたら、野村総裁、田上会長が確かに私は代々を通じてこういう指揮して漁協組合長を射殺させたのは間違いありませんと。それが直接証拠なんですけども、こういう暴力団の組織的事件ではまずそれはありえない。ありえないですね。で、はい、じゃあ間接事実証拠というのは何なのかというと、そういう要証事実、証明を要する事実を、間接事実を推認することによって得られる証拠が間接証拠なんですね。間接事実というのはこれをも状況証拠とも言われることもあるんですけども、例えば原因動機がありましたとか、あるいは関係者の供述でですねありましたとか、でそれ一つ一つでは直接要所事実を証明できないけれども、間接的には間違いないねと、だから推認力が弱いとか強いとかいうことも刑事裁判でよく言われるんですが、推認力というのは証明力とか証拠価値とかというふうにも言い換えできるんです。つまり直接証拠である「私がやりました」の証言以外の周りを全部埋めていくような作業だったと。だからまあ証言だけじゃなくて、例えば犯行現場にですね被告人の指紋がありました、被告人が犯行現場にいただろうということの直接証拠にもなりますけれども、ただそれだけではこいつが実際にやったのかちょっとわからないですよね。でそれで意味ではこれは間接証拠なんですよ。推認をこう考える上でもう一つこう明らかにしておきたいのは、工藤会における野村総裁の意思決定能力というか、それはもう絶対であったということなんですね。ただその絶対をですね、多分工藤会だからそうだろうと、ヤクザは親分が絶対だからそうだろうというふうなことで事実認定されたじゃない、裁判長の方はですね決して警察と検察に甘い方ではないんですね。でまず事実認定からいくとですね、これは私が直接担当している時にも明らかだったんですけども、実行犯の中村という組長がいます。この中村という組長は当時の工藤会田中組の中村組なんです。で実は漁協組合長の事件の直前にですね、この中村組長が工藤会の当時のある組長の事務所に立ち寄って話してるんです。そこで時間潰ししたんだろうと思いますけど。そこで実はこの組長にですね今から親父の用事を片付けてくると、で終わったら戻ってくるからと言って実際事件後に戻ってきてるんです。でこの中村組長の親父というのは野村総裁なんですよ。まずこれも先ほど言った間接証拠の一つです、こういうものを無数に積み上げていったということなんですね。だから推認っていう言葉が一人歩きしすぎて、なんとなく推測とか、イメージによる推測みたいなものを含まれて想像したり、考えてしまってたところがあるし、マスコミがそういうふうに報じたことはあると思うんですけど、実際にはかなり事実に基づくものだったと。ですから今回の公判ではですね、90人以上の証人が公判で調べられてるでしょ、そういう公判廷で直接証人とかを調べるのがこれは厳格な手続きと言われてましてね、証拠価値も高いんですね。そして歯科医師の方が襲撃された事件があります、実はこの実行犯は正直に話してくれてるんですね。この事件の数日後にですね、工藤会のナンバー3の菊池理事長が数十万をこの実行犯に小遣いでやってる。でそれは何で分かったのかというと、そういう関係者がですね具体的に私が担当した時はそういう話はしてくれなかったけれども、実際捜査員、あるいは検察、あるいは公判廷で供述してくれてるんです。会長からのその指示を実行したから、そのに対するもらったんだということ、でそういう間接事実を積み重ねていって、そして間接事実による証明というのはですね、これは決してだろうじゃダメなんですよね、論理則、経験則ですね、合理的な判断でないといけない。そこへ来てジャッジをした裁判官自体の方自体も甘い方ではないという、あれですね、別のところでは、そういう無罪判決とか暴力団絡みのやつでトータルこの事件4つの事件で、報道が伝えきれてなかったものっていうのは非常に多かったというのが実際に捜査に関わってきた、矢部さんの話を聞いてやっぱり分かります。だからこそ死刑判決が出たということの意味がものすごく大きいんだと思います。このね、事件を受けて、この先、まだ裁判自体は続くので、推移をね、ちょっと見守っていく、そういう必要もあるんじゃないかなと思います。どうもありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。